ありがとうございました。ではまた再びスピーチに行きたいと思います。笠井明さんと平井淑さん、お願いします。はい、皆さんこんばんは。日本共産党参議院議員、平良子です。私は今アメリカ行って、なんか22日にはワールドリーダーズフォーラムっていうところで 100% 安全でなければ再稼働しないと言ったそうですが、次の日23日には外交問題評議会というところで、エネルギーは成長戦略の鍵と言い、福島原発事故の反省と教訓に立って独立した原子力規制委員会が策定した新規制基準に適合すると認めた原発は再稼働を進めていきますと明言しているんです。福島の事故を経験した国の首相が海外行って世界にアピールするべきなのは再稼働を推進することじゃなくって、今3年半経っても収束しない、事故が収束しない今の福島の現実なんじゃないんですか。さっき南相馬のお話もありましたけれども、汚染水も収束しない、避難して帰られない皆さん、そして放射能の不安があるわけですよ。ずっと長年育ってきた地元で築いてきた近所関係だとか人間関係も壊されて、山菜採りだとか釣りだとか家庭菜園だとか趣味だって奪われている、これが福島の現実、事故の現実なんじゃないんでしょうか。それを無視して再稼働なんて反省とは到底言えないんじゃないんでしょうか。来週月曜日、いよいよ国会が始まりますけれども、再稼働に固執する安倍政権と真正面から対決するために頑張っていきます。引き続き国会の中と外とつながって頑張っていこうじゃありませんか。ではコールします。再稼働反対、再稼働反対、安倍内閣は原発やめろ、やめられないなら首相がやめろ、原発いらない、どこにもいらない、原発いらない、命を守れ、原発いらない、今すぐ入ろう、さっさと入ろう、廃炉にするまで頑張りましょう。皆さんこんばんは。日本共産党衆議院議員、笠井明です。2012年3月末から毎週毎週官邸前で行動をして、皆さんとご一緒に声を上げてきた。皆さん、この行動が、そして全国各地での腐らない行動、再稼働反対、原発いらない、この行動が再稼働原発推進勢力を一歩一歩確実に追い詰めてるんじゃないでしょうか。だから推進勢力の安倍首相先頭にして関係大臣揃って再稼働せよの大合唱を国内外でやってる。みっともなくてしょうがない。事故を起こした国の政府として恥ずかしくないんでしょうか。もう許せないの思いは国民みんなのもの。そして仙台原発、今焦点火山の問題、避難の計画の問題、大いに問題言われてきた。そして先ほどありました日本学術会議が、核のゴミどうするんだ、再稼働して出てきたゴミどこに貯蔵するんだ、電力会社責任持ってできないんだったら、そんなことで将来世代に無責任だ、再稼働は容認できないと言いました。当然の声じゃないでしょうか。研究結果じゃないでしょうか。9月29日からいよいよ臨時国会、その目前に、しかも地元県議会
薩摩川内市議会真っ最中の 9.28 鹿児島での全国集会、私も参加してまいります。みんなで力を合わせて原発再稼働ストップ、原発に固執する安倍政権ノックアウトさせようじゃありませんか。頑張りましょう。そうですか。再稼働反対、再稼働反対、仙台原発再稼働反対、仙台原発再稼働反対、高浜原発再稼働反対、限界原発再稼働反対、ありがとうございました。